どうも、りょうへいです。お願いしまーす。ということで、本日は、モンタンスポーツさんに、来ています。ちょっとラガーズの試合、雨で中止になってしまったので、モンタンさんに来て、グローブ手入れ用品、新しいものが入っていて、モンタンさん今、ゴリスポ君もね、働いていて、で、ゴリスポ君にも、これはいいよと、おすすめされたので、即買いしてしまいました。使う前にね。ということで、翔平さんのオープンワールドのファーストミット、こちらを磨いていこうかなと思います。ゴールデンウィーク僕らずっと撮影したりとか、翔平さんもずっとファーストで、砂ぼこりの剣法で、野球をやってたりとかっていうのがあったので、ゴールデンウィーク一旦終わりましたよっていう意味も込めてグローブ磨きの方をさせてもらえればと思います。早速ゴリスポ君もおすすめと言っていたグローブオイルの方を紹介していこうと思います。それがはいこちらです。 IP セレクトのこちらがリアクティブリキッド、こちらがモイストリムーバーというね、2つのオイルを新しく購入しました。どっちも液体タイプ、プッシュ式ポンプ式のオイルとなっています。まず先こちらモイストリムーバー、こちらは汚れ落としですね。沈殿化してるんですよね。いろいろとなんかね、成分が入ってるので、一旦ちょっと振ってから、シュッシュッってやって、使っていくようなやつで、どちらも入れるのかな？硬さをとりあえず戻す。若干、皮をカチッとさせるっていうような役目もあるみたいなので、去年から一応出てはいる二つの商品ではあるんですけれども、ここ最近、お手入れ道具買っていなかったので、僕の情報にはちょっとなくて、いいのない？ってゴリスポ君に聞いて、これを新たに新調したという。流れとなっております。ゴリスポ君に帰りました。ボールダウンさんのブラシですね。ゴリスポ君ありがとうございます。お返しします。汚れをささっと落としていきましょう。その辺はもういつもと変わらずですね、僕らって剣法でやることが多いので、河川敷のグラウンドでやることがすごく多いので、見えない砂ぼこりとかっていうのがすごい溜まってきやすい。言ってみるとすごいわかるかな。とりあえずすごい砂ぼこりが飛んでくるんですよね。僕なんかはキャッチャーやってるんで、どうしても初回とかでもう小判とかが来ちゃうと、一瞬で大宮剣法だとやっぱり汚れちゃったりっていうのがあるので、最低せめてブラッシングだけでもしておいたりとか、まあ、汚れ落としだけでもしておくだけでもかなり変わってくるのかなと。そこら辺は、まあ、汚れ落としぐらいはちょっと常日頃からやっといた方がいいのかなとは思っています。OK、 ささっととりあえず拭いてきたので汚れ落とししていきますか。あー、スプレータイプだ。こっちはムースタイプじゃなくて、おー、剣法っぽい汚れの落ち方してない。これ乾きもいいね。こっちで直でやってみるか。あー、なんかこっちの方が良さそう、広がりが。あ、スプレーだからそっか。で、白いところで落ちるね。これ今拭いたとこ、いきますよ。すごいね。これまあスプレータイプだから、どうしてもちょっと浸透しちゃってて、傷っていう点ではこういう風に色変色しちゃうんですけど、乾けば戻るような感じです。多いんですね。すげえわ。まあ剣法だからどうしても黒汚れじゃないんですよね。砂汚れっていうイメージが蓄積されて汚れが固まっていくっていうような感じなので、こうやって落とすとかなり落ちちゃうかも。油分少なめ？汚れ落としの成分が多そうだから、こうやってやってもそんなにしっとり感がないんですよね。まあ汚れ落としだから当たり前だけど、重くなりづらそうだなっていうのは磨いてても伝わってきます。もうこれもだって1年半ぐらい使ってんのかな？補給面はやっぱ汚れるね。OK！ こんなもんかな。今、こういう汚れが落ちてるので、汚れ落としとしてキャメル系の色で同系色系の汚れがついちゃってるから、落ちてるか落ちてないかって言ったら分かりづらいかもしんないけど、香り的にはやっぱすごい落ちてますね。ここまで、こういう感じの色の汚れの落ち方をするっていうのもあんまり見ないから、プロチでやってる高校生とか、ボーイズの選手とかはすごい分かりやすいかも。ちょっと一旦これ乾かしていこうと思います。はい。ということで、今ちょっと時間経ったんですけれども、乾いてきましたと。こんなに時間もかかってないんですよね、乾くまでで。あ、もうここまで乾いてるんだっていったような感じで、汚れも落ちています。この辺はね、やっぱり補給面の傷の汚れ、キャベルなんでどうしても出ちゃうので、まあ、こういったところは、めちゃくちゃやっぱ重点的にブラシとか使って、例えばボールタウンさんのクリーナーだとか、そういったあの汚れ落としに特化したやつでブラシ使ってガーってやると落ちはします。なんですけども、まあ今回は、これは、まあ十分落ちてるんでね、次の工程に行こうと思います。次の工程がこれですね、IP セレクト。アクティブリキッドってやつで、一応こちらなんですけども、先ほども言った通り捕獲剤の容量です。使い込んだグローブとかにはすごいおすすめですね。消費者のオープンワールドのグローブもだいぶ使い込んでるので、でその中でちょっとこれを使ってお手入れを、皮に潤いを与えつつ皮を締めていこうっていうのでやっていこうと思います。僕も初めて使うのでどういうタイプだか分かんないですけど、垂らしていきます。あ、なるほど、ローションタイプだ。伸びめっちゃよ。ローションタイプのオイルで、今ここに一滴垂らしただけなんで、こんなに伸びてるんですよ。
呼吸面一滴で全部いける。手につけてやった方がいいかもしれない。グローブに直接さらすより、こうやって手に乗せて、これだけ乗せて、こういう風に伸ばしていくこの方がいいかもしれません。あくまで僕はです、そのやり方の方がいいかなとは思いますね。どちらかというと磨いた後はもちもち感の方が強いかもしれない。ジェル状に近い、さっき中身見せた時にまずしっかりと、あれでも円形で保てるので、まあ、どちらかというとね、さっぱりめなイメージの方が、まあ、正直僕は強いんですよ。ジェルで出してるって言ったらザナックスさんとか、ジェルオイルっていうのは塗った後にどちらかというとサラサラのイメージの方が強いんですけども、こっちはどちらかというともちもちめな感じがしますね。今ちょっと塗ってきました。呼吸面しかね塗ってないんですけど、多分ね背面とかに塗るようなオイルではない、呼吸面に塗っていくようなオイルで、もちもちじゃない、どちらかというと音的に、感触的にはちょっとねしっとり系もちもちなんですけども、塗った後のこの呼吸面の感じだとそんなにベタベタしてるような感じはしない。皮自体はもっちになってベタベタはしないっていう新感覚かもしれない。ジェル系オイルっぽい特性を生かしつつ重くならないっていうようなのと、もっちりとした感覚っていうようなので、もうね全部を集めてハイブリッドのようなグローブオイルとなっています。この2つのオイルなんですけれども、リアクティブリキッドとモイストリムーバー、どちらも1980円となっています。オイルにしてはそこまで安い金額ではないかもしれない。しかも2つセットで買ったらまあ4000円いくので、そこまで本当に安いっていうものではないですけれども、質めちゃくちゃいいので、そういった点ちょっとねグローブへたってきたとか、結構ガッツリした汚れ落としをしたいっていう方なんかはおすすめなので、こちら、注目なので、去年出てるからね持ってる人の方が多いかもしれないですが、ぜひぜひちょっと皆さんご検討いただければと思います。はい、ということで本日はねゴールデンウィークも、まあ、最終日で雨も中止だったので、こちらの翔平さんのオープンアンドのファーストミットの方を磨かせていただきました。ディセレクトの新しいグローブオイル2種、とても魅力的なので、いいなと思った方はぜひ購入検討してみてはいかがでしょうか。こんだけもちもちなので、これで翔平さんに返していいリアクションを取ってもらいたいなと、でいいプレイ続けてもらいたいなと思います。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではおやしょー、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではおやしょー、翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。